日本代表の監督、コーチ、選手の直筆サインボード2009ワールドベースボールクラシック日本代表は2009年3月に開催されたワールドベースボールクラシック第2回大会に出場した日本代表である。第1回大会での優勝に続き第2回大会も優勝。連覇を果たした。監督は原辰則。通称侍ジャパン。 2008年3月に第2回大会の詳細が発表されたものの、世間の目は2008年8月に開催される北京オリンピックに目が向けられており、WBC の監督人選についても北京オリンピック終了後となっていた。金メダルを目指した北京五輪代表は4位に終わり、その後、WBC の監督人選問題について報道されるようになる。 星野千一への就任要請があったとの報道や、落合博光への監督就任要請がされ、本人は、誇示したとの報道があった。9月1日のプロ野球実行委員会で、監督人選問題が議論され、コミッショナーの加藤良造を中心に人選を進める、ことでまとまる。加藤は、監督人事や、選手選考の体制などについて協議するための、 WBC 体制検討会議を招集した。検討会議のメンバーは次の通り。会議は10月中旬に数回開催されたが、全代表監督の王が健康問題を理由に、早々と事態を表明したこと、現役監督の起用に、複数の球団が難色を示したことから、一旦は監督受諾の一種がないと表明した、星野の就任を規定路線とする方向で進んだ。 しかし、五輪で惨敗した星野を就任させることへの世論の反発があり、野村克也は会議の内実について、星野の監督就任が規定路線のようであったと発言。また、一郎は NPB の現役監督は候補から外すという報道に対して、本気で最強のチームを作ろうとしているとは思えない WBC は、 北京のリベンジの場ではないといった発言を行った。10月22日に星野が世間の逆風、家族の反対を理由に改めて就任自体を表明すると、星野の就任を前提としたコーチの人選も白紙となった。その後は日本一監督を代表監督とする案が浮上し、 当初、現役監督の起用に反対していた西部が、渡辺久信の起用に反対しない考えを表明したほか、巨人も原の起用を容認するなど、現役監督の起用が濃厚となった。日本シリーズを控えた段階で、日本一となる可能性のあった巨人の原と西部の、渡辺に事実上候補は絞られたが、 渡辺がこの年、就任1年目であったため経験不足が指摘され、10月27日にセリーグを連覇した原へ、監督就任の要請を行うことを、検討会議で決定し、翌28日に原が監督就任を受諾した。11月12日には代表コーチ6名を正式発表し、王が日本代表監督相談役に就任することも、 発表された。腹が上層部へ今までは監督の苗字ジャパンで呼ばれるのが通常であったが、自分は監督の苗字ジャパンのように呼ばれるような値の人間ではない。それに、ジャパンというのは未来英語を続く野球界の誇りであり、憧れのチームだというふうに思っているので、何か違う形での名前を考えてくれないかと相談したところ、 サムライジャパンという名前が NPB 側から上がり、腹が採用し11月に発表された。正式な名称はこのサムライジャパンだが一部メディアでは現ジャパンという名称も使用された。またメディアによってはサムライジャパン、サムライジャパンといった表記も見られた。しかし2008年3月にホッケー日本代表が発表した。 商標登録済みである愛称のサムライジャパンに告示しており、日本ホッケー協会広報委員長の永井東一は、WBC 日本代表より前にサムライを名乗っていた。元祖は、私たちなので、パクったのではない、露出の差を考えれば、こちらが真似したと思われると主張、日本野球機構など、関係団体に抗議文を提出した。これに対し、NPB 側は、 商標類似など、ルール上の問題はないとし、侍ジャパンを取り下げることはしなかったことで、日本ホッケー協会理事からは、俺たちの方が早かったのだから金を取れという意見も出た。これについて、加藤は、双方の代表が親しまれ、さらに活躍できるように協力、応援をお願いしたいと配慮するコメントを残したが、WBC で日本代表の活躍を見た長井は、 侍ジャパンの名前がこうして表に出ていることに関しては複雑な思いもありますねとも語った。2012年代表上節化と同時にチームの故障として侍ジャパンが正式に使われることとなった。オーダーについて原は1から3番に出塁率が高く足の使える選手、4から6番は得点力と進塁打などの自己犠牲を兼ねた選手。 7から9番は意外性のある選手を起用すると発言。これを上杉健信の戦術になぞらえて車係の陣と呼んだ。投手陣は前回の先発投手二人制に近いものの若干球数制限が緩和されたため厳密ではなくなった。先発投手三本柱は前年メジャーで18勝を挙げた松坂大輔日本を代表する投手と 原自ら称賛した、ダルビッシュ有、前年沢村賞の岩隈久志の3名。前回の WBC も経験している、杉内俊也渡辺俊介らが、ブルペンで待機。前年セリーグ新人王の山口哲也、ソフトバンクのクローザーマハラ高弘から藤川球児を、経由して、逃げ切りを図る。しかし本番では、藤川球児の調子が上がらず、 準決勝からは先発登板予定のないダルビッシュ、優が、クローザーに回った。内の数字は、各選手の背番号、は、追加招集された選手、は、本大会途中にて、出場不能となった選手、は、本大会途中より出場となった選手。今回もオリンピック等で組織する、全日本野球会議の派遣ではなく、前回大会に引き続き NPB による、 派遣のためユニフォームはオリンピック等で使用する黒色の縦縞のユニフォームではない。デザインは前回大会と比較して大きく変わってはいないが細部にわたり変更点がある。ありがとうございます。